続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。岡安商事東京本部統括店第一営業部の光永隆成さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。光永さん、初めてですかね。はい、今日は初めてでございます。一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなお話か、金ですか。はい、今日は金について、はい、お話しさせていただきたいと思います。のとても強い動きになってますよね。そうです ね今日は特に最高値を更新した、はい、そうですかということで、はい、まあ、期待も高まっている時と思います、うん、年明け後にはアメリカがイランの司令官を殺害して、まあ、地政学的なリスクもという形で、さらにはまた最近はコロナウイルスとかいろいろ話題が、ね、周辺の話題が多いんですけども、そうですね、こちらに持ってきていただいたのは週足チャートですかね、はい、こちらはですね、2016年からの金の、週足、特に2018年の中盤から値上がりし始めた、部分を取り上げております、うん、見ていただくと分かりますように2018年、8月最安値4112円、から2020年、こちらは今日ですね、今日の最高値、5583円まで、右肩上がりに1471円、上昇しております、はい、理由としましては、まあ、年々採掘量が、減少しているのは前提としまして、うん、皆様のご存知の通り世界経済の行き先不透明感から買われる、うん、経済有事の金と私どもは呼んでおりますが、うん、この経済有事の金により金の価格が跳ね上がったと考えております。うん、私はズバリ目先としましては6146円、はい、まで上がると考えております。その部分も、解説も含めながらここで一度、金価格の変動要因などをおさらいしていきたいと思います。はい、ここにありますね、はい、こちらが、金価格の主な変動要因となっております。地政学リスクの増加、公的機関の金購入、インフレ更新などが挙げられます。下がりとしましては地政学リスクの後退、公的機関の金売却、それからインフレ後退などが取り上げられております。はい、はい、こちらはですね、近1年の、2019年の金価格とその上昇要因をまとめたものを第1波と第2波に分けて、分かりやすく説明したいと思います。はい、結論から申しますと、第1波ではグラムで811円、上がっておりまして、はい、主な要因としてはアメリカの、利下げが挙げられます。2019年、だけで金利4回、ほど、はい、下げておりまして、その背景には世界的な経済の減速が利下げムードのトリガーとなっているようです。他にもですね、金の連動する ETF の、保有する残高が過去最高となり2808トンと半年で 13% も、13% 増えております。これはですね、2012年、末の2791トンを抜き、調査開始以来の最高値となっております。それに経済、世界経済の不透明感が強まり安全資産の金を買い増す動きが加速して金利のつかない金に資金が集まったとされております。第2波に関しましては、グラムで今日まで496円上がっておりまして、先ほども、はい、申された通り、米軍によるイランの司令官殺害、などが記憶に残るほど、鮮明な金価格の上昇要因だったと、考えられます。他にも突発的な要因としましては、ここでは深く掘り下げませんが、サウジアラビアの、石油施設の攻撃、それからトルコの軍事活動、そしてウクライナの飛行機の墜落、なども、投資家の一時的な、不安心理に直結することから安全資産の金に流入したことがグラフに、出ております。わかりました。
あとは需給面での話ですね、これはね。はい、こちらが公的機関の金の売り越し、から買い越し、までを2002年から現在まで、まとめたグラフになります。見てみますと2010年、から政府は22年ぶりに、買い越しに転換しているということで、2016年17年は落ち着いたんですけれども、おととしの2018年からは656トンと、過去一位購入していることが分かります。中央銀行の役割としましては、通貨を発行して安全に流通させること、そして金融政策を通して、物価の安定を図ること、金融システムの安定、お金の調達の安定化を、図ることが挙げられます。この世界の中央銀行というのは、どこも外貨準備として、米ドルのほかに金を、保有しておりまして、外貨準備というのは為替介入の、資金として、使われておりまして、自国の通貨の安定、そして通貨危機に、備える、資産のことを表しております。ですのでドルの信用の裏付けとして無国籍通貨の金の保有高はこれからも増えると考えております。中央銀行の保有増加がそれを支えているということなんですね。はい、これは具体的にロシア中銀と、中国人民銀行の保有高の推移、はい、になってますね。はい、こちら金保有高、なんですけれども、まあ、見ていただくと分かりますように2015年、頃からさらに右肩上がりに、伸びているのが分かります。これは一時流行後にまでなりました中国の爆買い、文化がマーケットまで、及んでおりまして、2018年12月には26ヶ月ぶりに、金をかなり買い増ししておりまして、中国は米中貿易戦争の渦中にいるわけですから、リスク減少としての見方が濃厚ではないかと、思われております。またロシアと中国の爆買いの背景としましては97年に起きたアジア通貨危機でドル依存からの脱却を目指しておりましたので北朝鮮問題をめぐって対立する中国やロシアにとって金保有というのはアメリカとの距離を保つ有効な手段の一つと考えられております。よって世界的な金保有の考えは今後も、加速していくと、私は思います。ここにはちょっと用意してないんですけれども、途上国というのも、金に対して関心は非常に、高くなっておりまして、トルコ特にトルコですねに関しましては、対外収支の悪化などを背景に、市中銀行が中央銀行に預ける預金準備に金の利用を認めたことによって、中銀の、金保有量は 482.9 トンと12年と比べて、6割ほど増えております。去年末にも、リラ安ですね、トルコのリラ安が進んだ際には、エルドアン大統領が国民に、リラと金を買えと、呼びかけるほど金に重視しております。これはニューヨークのですね、金の市況ですね。はい、こちらは、週足のチャートにフィボナッチ分析、を当てはめております。はい、見方としましては、上昇相場における、押し目買いや下降相場における一時的な戻りの目標価格を判断する指標として分かりやすく使われておりまして、比率に基づいた 38.2%61.8% と補助的に 50% の水準がよく用いられております。2011年9月に金の高値1911ドルから、はい、2015年12月の金安値1046ドルまで下降相場が続いておりまして、ここを底値と捉えますと 38.2% の上昇、1376ドルは2年少々で取り戻していることになります。こちら1911ドルまで、半値
ですね、半値まで戻りますと、このトレンドの起点となったポイントまで全て戻る、考えが一般的ですので、最終的には2011年の1911ドル、109円で為替換算しますと、グラム6696円まで戻ると、考えております。お、前値戻しするということですかね、はい、ここの水準まで1911ドルまで、はい、まあ、それを換算すると先ほどの東京金での目標値になるということですか、はいはい、まあ、半値戻しは前値戻しというジンクスがありますけれどもね、はい、分かりました、そういう想定だということですね、はい、続きまして、はい、あ、まだありましたね、はい、もう一つ、はい、こちらはですね、2月と3月の上昇回数と下降回数をまとめたものに、なります。ただ、まあ、今年はと言いますと、要因には当てはまらず、コロナウイルスによるリスクオフ、それから米中通商合意、それから7月までのアメリカの利下げによってどうなるかわからないというふうになっております、うん、あ、そういうことですか、そういう要因もある、以上のことをまとめますと、今後の注目ポイントとしましては、米中貿易戦争による不透明感、それからコロナウイルスによる、市場のリスクオフ、いつ勃発してもおかしくない軍事的触発、それから、冒頭でもお伝えしました経済有事の金によって、目先はグラムで6146円、中期的に見ると6696円と捉えております。わかりました、はい、ありがとうございました。光永さん、ありがとうございました。